歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。さあ7月もまあ終わりっていう形になってくると、夏真っ盛りっていう感じで、まあ、前回も似たようなこと言ってますが、学生時代で言えば今とってもはしゃいでる、そんな時期じゃないかと思います。僕はとってもはしゃいでましたね、この時期になるとね。なぜかっていうと、僕が大学生の時水泳部だった、このね7月の末になるとですね、大会が間近と、8月の頭のどこか、大体最初の週のどこかで全国のね歯医者さんの学生たちが一堂に集まって大会を行うんですよね。僕らこう水泳部になってくると、プールのあるところだったらどこでもできるので、各大学が持ち回りで開催校という形になってくるので、その開催校に合わせて県が変わるという形になるので、北は北海道から、南は九州まで開催校が本当にねばらつきます。僕たちはこう旅行気分でね、それも半分楽しみながら大会に出かけます。親はその、旅行費をどうやって捻出するのかと頭を悩ます場合もあるでしょうね。ちゃんと、自分たちでバイトをしてそういったお金を稼ぐ人もいるでしょう。日本全国の私学生が同じその部活の連中だけっていう形にはなりますが、一箇所に集まる機会っていうのはなかなかないもんでね。そうすると大会自体もまあ楽しいんですが、その後終わった後のねレセプションという形の打ち上げですね、これがまた楽しかったりもするんですね。今ではね野球なんかで優勝したシーンだったら見ることがあると思うんですが、ビールを掛け合うと、お酒を掛け合うという、そういう感じのやつですね。ビールかけ、大会の後に行われていました。優勝カップに並々とビールがつがれ、ね、大体でもねこうみんなのこうきつくなるとバトンタッチと、リレーの勢いじゃないけどね。ただ本当にね、優勝カップに並々と継がれたビールを見ると飲む気がなくなるのは確かですが、ところがああいった雰囲気って怖いですよね。逆に俺にも回せぐらいな感じになっちゃいますからね、怖いですけれど、まあそういったね、その時にしか味わえないことってのはやっぱりいろいろあると思うんです。中でもそういったこう大きいね、ま、カップでビールを飲むっていうだけじゃなくて、先ほども言ったビールかけなんていうもの、これは、そういった時期じゃないとね、やっぱりやる機会がねなかったと思うんです。で、僕ら水泳部っていうのは当然のことながらゴーグル持ってますし、大会に行くのに、そしてジャージ、濡れてもいいようなジャージを羽織ってますし、またジャージの下は水着です。結局大会の後そのままの格好で、レセプション会場、打ち上げ会場に行ってしまえば何をかけられてもへっちゃら、そういった格好であらかじめもう運動してたわけですからね。そうすると当然他のね、部活の人たちよりもこういったビールかけとかそういったものに触れる機会が多かった部活っていうものでもあります。そしてやはり競争する部活ですからね、わんこそばなんかをね、そういった地域に行けば誰が一番多く食えるのかとか、チーム対抗でどこが一番いっぱい食うのかとか、そういう大会をしてみたりとかね、打ち上げもただそういったものでは済まないような形でいろんなことをね、やってきたように思います。若いうちは、そういったいろんなね、経験、これがやっぱりこう大きくなった時にね何が糧になるか分かりませんからね、いろんな経験をしておくのはねまあいいんじゃないかと思うんです。で、そうしたところでやっぱり大いに遊び、大いに飲み、大いに食べっていうことをやっていくときに、健康な口元っていうのは非常に重要ですんでね、しっかりと、口元のね健康を保てるように、歯医者さんのメンテナンスにも通い、毎食の歯磨きも頑張ってください。はい、最後の締めに取ってつけたようにつけたこの歯医者さんの話、これだけで今日は歯医者の部分は終わりです。それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418